どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回ですね、新しく出ました世界最小級掃除機スイッチボット K10 プラスご紹介したいと思います。結論から言いますと、普通に良かったです。<laughs> この K10 プラスね先行レビューで送っていただいたんですけどもどうですかロボット掃除機使ってますか僕もですねあのめちゃめちゃ便利で使ってるんですけどもただやっぱまだまだね悩みあるとまあロボット掃除機自体ねいろいろあると思うんですが基本的に今売られてるモデルっていうのは海外向けに作られたものがほとんどなんですね海外で作られたものは今日本で売ってるっていうのが多いと思うんですけど今回ねスイッチボット K10 プラスは違くてですね日本人向けになんと日本向けに作られた ロボット掃除機でございますなんと幕開けの方ですねクラウドファンディング3億円以上集めたと。 いうところで3億円ですかね。非常にこう注目度が高まっておりますので、ポイントみたいなところ、使ってみてどうだったのかってところを全部シェアしたいかなと思いますので、先行発売価格っていうことで通常価格より1万円安くなってるのと、クーポンコードもね、今回、えー、いただきましたので20%オフになります。なのでぜひね、概要欄からチェックしてもらえばなと思います。とでちょっと製品の特徴をね、さっと見ていきたいと思うんですけども、まず日本人のこの使いやすさっていうのね、追求したロボット掃除機になります。一言で言うと、超小型。 まあ片手でこの持てるね持てるぐらいのねサイズ感なんですけども日本ユーザーならではの、ね、ニーズみたいなのはあったみたいで例えばじゃあ運転がスムーズじゃなく家具に引っかかったり脱出できなく脱出できなかったりとか、まあ、結構当たってねなんか止まっちゃったりとかありますし部屋の隅とか壁際隅っこじゃ掃除できてなかったりとかダストボックスの掃除が面倒とかね、まあ、この中のゴミロボット掃除機の中のゴミを取り出すのが面倒だったりとか。 あと、ま、うるさいとかね。そこら辺ですね。まだまだやっぱ欧米市場向け、アメリカとかやっぱヨーロッパに向けた製品を日本で投入してるっていうね、のがやっぱ現状だというところなんですよ。ちょっとその馬力があるようなね、グイグイ行くようなのが主流なんですけども、まあ、今回このスイッチボット、サイッチボットさんはこの K10 プラスは日本人向け、日本人にとってのこう使いやすさっていうのを追求したモデルになっております。デメリットを克服したっていう製品なんですけど、で、特徴をね、5つほど挙げたいと思うんですけど、例えばなんですけど、とにかくま、コンパクト ロボット掃除機ということで従来の一般的な掃除機より小型化、まあ、前のモデルと比べてですけどもこれは明らかにちっちゃいですね他のロボット掃除機持ってるんですけどもサイズが全然違いますあとまあそのステーションっていうね掃除機ロボット掃除機のゴミを吸い取るステーションもあるんですけどそれ自体もちっちゃいですこれ後で見ますあとはモップ掛けが可能になっております特徴2つ目としてはまあなんで水拭きっていうのもこのロボット掃除機でできます3つ目としては静音ですね静か まあ大体この静音モードってもので45デシベルぐらいの音になりますので、まあ実際使ってみたら結構静かですね。図書館ぐらいの、まあ大体45デシベルって言えば静かな、えー、ロボット掃除機っていうところと、あとまあゴミ捨ての手間がね、まあほぼないというところ。ステーションっていうのが付いてるのでそこからゴミを吸い取るとで。大体70日に1回なんで、まあ2ヶ月に1回ぐらいの、まあ最大ですけど、これはめちゃめちゃいいです。同じような、ね、掃除機使ってるんですけど、ステーション付きの方が絶対にいいです。<laughs> はい。高性能のセンサー搭載ということで、 もうちょっとサイズはちっちゃいんですけどもこの機能的には普通のなんて大きい、まあ、いわゆるフラグシップみたいなロボット掃除機に比べても、まあ、全然引けを取らないというかセンサーがですね何個ついてるの10個ぐらいめちゃめちゃついてましてちょっとこう外しただけでもねセンサー反応して音がね鳴ったりします例えばこうダスストボックスが取り外されました。はい外されましたはいっていう感じでダスストボックスが取り付けられました。はい いいう感じかかななりりでですすすねセンサーももししっかりしてるととちなみにここの声消すこともできます、はい、使ってみておすすめの人としましては、やっぱ1人暮らしとかね、部屋がまあ非常にコンパクト、まあ都内とか多分そうだと思うんですけども、狭い部屋とか、結構あとは家具が多めの、結構ごちゃごちゃしてるような部屋ですね、ごちゃごちゃしてって言われるけど、家具が多めとか、ものが少し多いとか、まあ、あるじゃないですか、そういう部屋ね。 僕ですけど <laughs> まあそういった人はかなりおすすめなんじゃないかなって思います騒音対策が結構しっかりしてるんでまあマンションとかアパートとか、まあ、そういったとこも使いやすいかなと思いますあとまあ普通にサブのロボット掃除機としても、まあ、優秀で大きい部屋に1個、まあ、もう1個僕今ロボット掃除機あるんですけど、まあ、それと別でこの撮影部屋ねちょっとちっちゃいんですけどサブの掃除機として使うっていうのも結構ありかなと思ってますね。 寝室用ととかかねいいいいんじゃないかなと思いま,すまあ逆にこうおすすめしない方で言えば部屋が比較的やっぱ広めですねまあ広いスペース、まあまおすすめしないかなっていうのはありますまあコンパクトな分ねそういう目的で作られてないと思うんで県やで例えば使うとかまあ結構数大家族とかね田舎の家とか結構あの広いんですけど僕も田舎出身でね本体がそうやっぱ小さい分ゴミを吸ったりとかまあ拭く時の面積がやっぱり少なくなるのでまあその分その回数がねかかる、まあ、全然広い部屋でももちろん使えるんですけどもその分往復する回数増えるんでちょっと ちょっと時間かかるかるなっていうところはありますただやっぱそのサブの掃除機とかとして広い部屋でももちろん使えるんですけども、まあ、寝室とかね1階用とかリビングとまあまた別でこうもう1個置くみたいな感じだったらめちゃめちゃいいと思いますね。ということでちょっと外観をね見たいと思うんですけど本掃除機、まあ、本体ですねまあ本体だいたい 25cm ぐらいの大きさでかなり小さめになります。普通のものもととととかかとかすると一回りとか二回りり二ぐらいいい違ううんじゃないかっていう 全然違いますこれがね一応前にあのスマホをね企画で置いてるんですこれ一応ねエ,エコバックスっていう僕が使ってる多分一般的な掃除機これぐらいだとちょっと大きめですけどこれ比べてみるともう全然わかりますこの大きさが <laughs> 大人と子供ぐらい違うっていうスマホの、まあ、直径的には2 5センチぐらいなんですもうなんでのせてみるとね全然鏡餅みたいになってるけどこれ <laughs> まあこのぐらいサイズが違うのでこのコンパクトさはいいなっていうね思いますね、まあ、ミニマム っていうところは非常に感じますよね。まあデザインも全然いいと思うんで、まあ結構上の蓋とかもですね。さっきみたいにあの磁石でこう外し 外したり取り付けが簡単なので、まあ、割とじゃあそんなに機械得意じゃないよっていう方でもねこう使いやすいんじゃないかと思いますねであとまあこのゴミ収集ステーションっていうのねついてるんですけどもこのステーション自体もコンパクトでまあ、大体 A4 の紙置けるスペースあれば置けるんじゃないかなと思います高さもそんなないんでステーション付きのロボット掃除機っていうのは、まあ、僕もおすすめで実際使ってるんですけどもこれねシンプルにロボット掃除機のゴミ捨てが楽なんですよ吸い取ってくれるんで勝手に。でもそののステーションなしのタイプとか使ってたん ですけど結局面倒くさくなって使わなくなっちゃうっていうねこれ意外と盲点なのでちょっと初めて買う人はあの気をつけた方がいいと思います実際のステーションなんですけども横がこの普通の多分一般的なタイプ結構高さもね低いしで中にこのパッドですかね中にねこれ服くタイプのやつ1年分だったかな,なんかセットがついてきて付属品めっちゃ充実してますで中のこのここにゴミが入ってくる感じですかね非常にこれもコンパクトで使いやすいです ただやっぱデメリットとしては、吸い取る時の音っていうのはやっぱちょっとうるさいですね。<laughs> その分ね、ひょいーみたいな一瞬こう掃除機で吸うみたいなところはあるんですけども、まあ、どうしてもやっぱロボット掃除機の中のゴミを吸い取るんで、まあそれなりにやっぱパワーがいるっていうことだと思います。スイッチボット K10 の場合は、この吸い取る時間っていうのをずらすことができるんですよ。普通のものは多分こう、こいつがステーションに、まあ、自動で帰ってくんですけど、帰っていったらヒュイーンってね、その時に吸うんですけども、例えば夜とかだとね、ちょっとうるさかったりとかするんで、これの時間指定機能とか あって例えばじゃあ朝とかに掃除を設定してるけど自宅から出たあと。 まあ出勤した後に吸い取っておくとかそういった設定もできますし、まあ、夜掃除して朝に吸い取るとかっていうこともできます結構ね画期的だと思いますめっちゃ便利人感センサーとかと合わせて使ったら外出とかを検知してあと自動でこう吸い取ってくれたりみたいな設定もできますねこれ便利ですねでゴミ自体も交換式のパックになってるので手を汚すことなくもう簡単にヒュッてもう取り出すだけで交換できるのでここら辺も非常にいいかなと思いますこれめっちゃ楽ですねはい70日間はだいたい最大で買えなくて大丈夫とあとは水拭き モップ掛けなんですけどもこれ裏側につけてモップ掛けっていうのができます透明なやつつけるんですけどでセンサーこれ自動で反応してなんか水拭きモードっていうのを検知してくれますここら辺もなんか面白いなと思いましたまあこんな感じでこれちょっと今汚れてるんですけど <laughs> はいつけて使うんですけどもこれなんであの取り外すとなんかそのモップ水拭きモードっていうのを自動で検知して水拭きモードで運転してくれますこれがまあ結構すごいなと思ったアナウンスうざかったら設定で消すこともできますはいこの水拭きの良い点 ですねもちろん専用のシートっていうのは付いてるんですけども、まあ、それでも使えますしあと市販のこの水拭きシートも使えるんですよまあなんかクイックルワイパーのやつとかわかんないけどパカってつけて使えるんでまあ結構その経済的使え嬉しいかなと思いますその専用のシートじゃないと使えないロボット掃除機とかもまあ基本そうなんですけど多かったりモップとかだとねちょっと洗ったりするの面,面倒だったりするんでこれは結構いいと思いましたつぶきに関してはまあまあっていう感じですよねすごいその力があるっていう感じでは,ではないのでただまあ普通 非常にきれいになるっていうところではありますただまあ実際この水拭きしてみたらですねちょっと動画では映せないぐらいめっちゃ汚れ取れてました汚れがごっそり。床ってねやっ やっぱり汚くなるるんでででですすよねねも水拭きできるのありがたいです、ね、しかもあの市販のモップというかペーパーつけれるっていうようなね一応本体のこう、まあ、静音性についてなんですけどもモードで選べたりしますが一応この静音モードっていう静かなモードだと45デシベルっていうところで大体まあ図書館の静かさぐらいになりますこれ実際聞いてもらうと 結構静かです、ね、特許技術のサイレントテックっていうね、えー、なんかこの周りについてるんですよなんか周りにねドットみたいななんか縦みたいなのがついてて <laughs> あのすごい特殊な構造をしてるんですけど音がね構造的に抑えてくれるっていうものになっております音結構静かでしたでこういう感じシの方もねしっかりと掃除してくれて壁とかに当たる時もまあ割とこう何ていうかねソフトにここもちゃんとかちゃってね なんか衝撃吸収みたいなになってるのでかなり物に当たる音っていうのもこのソフトタッチというか静かでしたねコンパクトなのでまあこういったこの椅子の下とかね一般的なやっぱりロボット掃除機だとまあどうしてもこの下の方とか吸えないんですよね本体が大きいのでこういったところがこうしっかり中に入ってくれるのでやっぱりいいなと思いやっぱ日本向けに作られてるのはここはいいなと思いましたね家具多い家具多かったりするとねあとまあ細かい性能とか機能はまあセンサーがさっき見てた通りですねめちゃくちゃ入ってるというか段差検 とか自動停止とか走行距離センサー自動停止センター障害物検知センサー温度センサー自動機関充電センサー <laughs> どんだけあんねんって感じなんだけどで小さくてもこうやっぱ優秀っていうとこでまあもちろん、えー、とレーザーで360度を比較に、まあ、空間認識技術っていうのは入ってます自動充電しますもちろんねバッテリー残量が低下すると自動でゴミ収集ステーションに戻りますまあこんなのは当たり前です段差検知しっかりしてくれます階段とか玄関先これ大丈夫でしたはい段差、まあ、2cm だったら乗り越えれるか かなっていう感じ結構アプリもねしっかり充実してまして例えばこの禁止エリアの設定とか制作ル,清掃ルートアプリで確認とか、まあ、時間指定とか計画で清掃させるみたいなこともできますしはめちゃめちゃ便利ですちょっとアプリ見てみるかでスイッチボットでね今これ僕いろいろ入れてるんですけどもロックとか、まあ、これで一括で全部まとめれるっていうのが結構気に入ってるんですけどこの経営点っていうところでまあ清掃ってやったら動き出すんですけど清掃開始します ちょっと今いい今いい今こんな感じで自宅の中のマップを作ってくれるんですよね部屋1とか2とかになってるんですけどもゴミ収集清掃モードとか充電に活かせるとかこう清掃時間とか清掃の面積とかもね入ってます。ここで結構標準モードにしたりとか 静音モードにしたりとか、まあ、パワーモードとかもできますね。でエリア指定部屋指定とかね。じゃあ部屋1だけやりますとかそういうのもできるしで結構ね細かい設定できますね。お休み期間とかさっき見た音声案内ちょっとうるせえなっていう時はこう音をね下げることとかもできます。こういうの嬉しいよね。逆にもう何も言わせないみたいな。<laughs> たまにうるさい時あるから。はい。とか。 で、さっき言ったこのゴミ収集設定っていうのもできますね。マックスモード60分後に自動でゴミ収集とか。ここら辺の設定もできますし、チャイルドロックとかあるね。 すごいな長押しして解除、まあ、赤ちゃんとかペットとかがこうね触ったりしてい、まあ、衝突防止モードとかもあるしでカーペットに乗ると自動的にこう吸収掃除する時の吸引力をアップさせるとかクラウドサービスあと NFC とかもですね、まあ、こういったスイッチボットタグっていうものを、まあ、これ別で買ってもらうとタッチするとじゃあ勝手にこう掃除が開始したりとかですねストップとかゴミ収集したりとか、まあ、これも結構便利です実は。 ピッてやるるるけでできるんででききんままあ、音声認識連携すすこととかもできます、ね Siri、とかかもねね結構ここら辺は非常に気に入っておりますアプリかなり使いやすいまあ、なんであの僕の場合はこの禁止エリアとかね設定してエリア指定とかもこうできますこれめっちゃ簡単にできますこれき赤が禁止エリアなんでここ入んないでっていうふうにしてますっていうのがまあざっくりとしたねアプリのあれでございました まとめるともうほんと初心者とかねこれ書いてあるけど家電に疎い方こそぜひ使ってほしいというね感じです確かに遠く離れて暮らす両親機械が苦手という方におすすめおかんに買ってあげたいねなんかねこれボタンを押すだけですぐ起動まあスマホで起動ももちろんできたりもしますし使い捨てお掃除シートとか対応しててあと片付けの手間も一切なしというまあ押してこう掃除してあともう掃除も吸ってくれてみたいな楽はい3つねポイントだけ挙げるとまあとにかくコンパクトなロボット掃除機っていうところですね 50%以上ね一般的な掃除機よりも小型化なってるんで一人暮らしとかめちゃめちゃ向いてると思います本当にあとまあ家具が多い家庭家庭 <laughs> あと2つ目はやっぱ静かさですねこの静音性に関しては結構やっぱ静かなと思いました本当にここはやっぱ特許技術取ってるだけあってもちろんただパワーを強めで掃除するってこともできるんですけどもまあかなり静かにというかなんかあれなんか今掃除してんのかなっていうちょっと距離離れるともう音わかんないですよ正直あの図書館ぐらいの音なんでわかんない1 <laughs> 回ありましたのであれ掃除してると思ったらあの家具のパワーの下にいましたでちゃんと掃除してました <laughs> はいっていうぐらい結構静かでしたであとはやっぱりテーション付き なんでゴミ捨てが楽です楽というかまあロボット掃除機の管理をしなくていいっていうのがまあゴミ捨てなくていいっていうのは非常に楽かなと思いましたまあ、最大70日間は勝手にほっといても大丈夫なんでって思いますで逆にやっぱおすすめしないととしては部屋がやっぱ比較的広めですね、まあ、何十時かわかんないけど結構こうバーンっていう広い部屋だとまあ、どうしてもちっちゃい分あの往復する回数増えちゃうので掃除時間が増えちゃうなっていう意味でまあその。 向かないっていう感じかな。このメイン1個として使うんだったら、ケインやとかその大家族みたいな結構ダーンっていう広いスペースで使うにはやっぱり向いてない。まあやっぱ欧米向けのやつの方がいいのかなっていうところはあります。小さい分ね。すい 拭いた,り拭いたりすするる面積がが少なないんでこう往復する回数が多くなっちゃうただやっぱサブの掃除機でじゃあ部屋用とかね寝室用とかで使うのめちゃめちゃありだと思います子供部屋用とかねペット用とかめちゃめちゃいいと思いますこれで価格についてなんですけど今回先行販売価格ということで5万9800円となっておりますここまで来ると結構なんか安い気がする正直ステーションもついてまあほぼフラグシップ並みの機能性能ですのでさらにさらにですよ今回20%オフクーポン いただきましたこれもありますので59,800円からさらに20%オフでこれ入れてみましたら47,840円になりますすごいね <laughs> これは素晴らしい レコードがですね、これ7月10日月曜日までとなっておりますので、ぜひね、えー、これお試しいただきたいかな、気になった方はね、はい、あの概要欄に詳細全部載せておきますので、まあ小型とはいえ、やっぱこのフラグシップ級の掃除性能はあって、コンパクト使えて、えー、お掃除ステーションついててっていうところで、はい、あとまあスイッチボットの連携とかもできますので、非常にいいかなと思います。てかまあロボット掃除機を単体で見て、普通にいいんで、ぜひ概要欄に載せておきますので、気になった方はチェックしてみてください。 質問とかありましたら是非コメントいただければなと思いますこういったところが気になるとかこういったところがどうなんですかねとかあればねこの動画ねいや少しでも役に立ったなと思ったらグッドボタンあとチャンネル登録もお願いいたしますそれでまた次回の動画でお会いしましょう良い一日お過ごしくださいじゃあまたねーこれねやっぱなかなか良かったですちっちゃいんだよもう本当にじゃうわ怖い,怖いうるせえうるせえ <laughs> はい かわいいね持って帰ります。